やなこれ。そうやな、うん、今日はあの最近なんか温泉系とか、うん、なんだったっけ Vlog 系っていうの、うん、そういうのが多くあって、うん、実はその、 あの Vlog の撮影後とかにいろいろお買い物をしてるんですよ、うん、でなんか靴とかスニーカー、めっちゃ靴とかスニーカーで一緒一緒でしょ、スニーカーとかサンダルとか、うん、まあ、その他なんかいろいろ実は購入してるんで、うん、その中で最近購入した中の自分たちのお気に入りを紹介していこうと思います、うん、はい、じゃあまず、小物からいこうか、うん、じゃあ帽子、帽子をね最近買ったんですよ。これこれちょっと家に忘れてきた。そう、レイちゃんもこれ持ってて、うん、もう2人ともお揃いで色も一緒、そう2個ずつ持ってて、ニューエラのキャップなんですけど、うん、なんかいろんな形があって、なんか自分に似合うのがどれかわからへんから、レイちゃんについてきてって言ったのがきっかけで、レイちゃんも買いたいって言って、で結局なんか2人とも選んだのが同じ色やったっていう、うんうんうん、これを買ってからめっちゃ楽になったよね、うん、もう夏やしさ、暑いしさ、うん、前髪うねってきたとかじゃなく、もうかき上げてシャッてかぶるだけでいいからさめっちゃ楽で、楽、これもうほんまにこうやってこうやってかぶっといたらさ、うん、普通にこれでマスクしてちょっと深めにかぶってたすっぴんでもさ外出れるからさ、出れる出れる、これほんまにお気に入り、私もいいよねこれ、うん、はい、じゃあ次また小物、これもお揃いせやね、これです、チャールズ&キースのコインケースです。私がブラックで、レイちゃんがグリーン、ちょっと深いグリーン、そう、なんか前 H&M とかで買ったコインケースとか使ってたんですけど、全部使いづらいしくたくたになってくるし、うん、最近ちょっとチャールズ&キースにハマってて、で店舗行った時にこれめっちゃ可愛いやんって言って買うって言ったら、レイちゃんも同じの買うってなって、お揃い、お揃い、これ全然肩崩れしひんし、いいよね、しひん、もう2ヶ月くらい使ってるけど全然めっちゃ綺麗やし、ガシガシ使ってんのに肩も全然崩れへんし、うん、ほんまにこれ優秀、これ優秀、しかもこれ3500円とかやったんですけど、うん、もうちょっと高そうに見えるし、6000円ぐらいで売ってるような質感よね、うん、1万円とかな、うん、で売ってそうな感じやから、これはめっちゃお気に入りです。私も、はい、じゃあチャールズ&キースつながりで次がサングラス、夏なんでね、うん、サングラスを買いました。お互いにどっちが似合う、どっちが似合うとかって言ってな、うん、選んだやんな、これめっちゃお気に入り。私やりたかったのが、ずっと憧れてたのがこうサングラスでカチューシャするみたいなのに憧れてて、うん、私頭ちょっとでっかいからさ、うん、あの普通のなんかその辺のサングラスやったらさ、こう吸ってくんねん、浮いてきたり、浮いてきたりするんだけど、うん、これピタッと止まんねん、ほらこの縁が太いのがいいよね。そう、この縁が太いからピタって止まってくれるから、カチューシャの代わりになるし、うん、夏やったらさ、こう紫外線がバーって出てるから、こう目からも入るって言われるから、うん、まあ、それでサングラスで予防しながら、ちょっと暑いなと思ったりとか、お店とか入ってこのまま入って怪しいから、こうさってできるから、うん、これいいやんと思って、私はこのカチューシャができるがためだけにこれを買った感じ。あれやな、高いカチューシャやな、高いカチューシャ、これが多分7000円くらいだったっけ、うん、多分こっちがちょっと高いねんな、こっち9000円、1万円近く、私多分これ7000円、6500円が7000円やった気がします。じゃああんまり人がつけてなさそうな形、うん、これはつけた時にこれってなったもん、レイちゃん絶対それって言って、それにしーって言った、これはほんまにかわいい、ほんまにめっちゃかわいい。なんかあるよな、今年に入ってからなんか初のものが多いよな、なんか、ね、今まで買ってこうへんかったものとか、うん、服の系統とかもだいぶこう去年とか一昨年とかの動画に比べたら変わってるやろうしかな、うん、変わってると思う。私あんまり変わってる気はしへんねんけどな。いやだいぶ変わってるって、そう、服というかそのなんていうの、全体的に髪型とか、うん、なんか身につけてるものとか選ぶものとかがだいぶ変わったと思う。確かに、うん、このニューエラとかチャールズ&キースとかは今まで興味なかった、興味なかった、うん、し知らんかった。そうやろ、うん、そう、私チャールズ&キースとかは知ってたけど、なんかちょっと最近大人路線のなんか服とか行ってみようかなと思った時に、うん、そういえば南に
ズ&キースあるわと思ってレイちゃん引き連れて行ったみたいな、うん、そしたらレイちゃんもハマっちゃったっていうやつやな、うん、チャールズ&キースってこんなやつやな。小物はね、私小物もう一個、これこういうやつ、これかわいい、一緒に買いに行った時にこれが似合うよって言ってくれたからこれにした。私こういうの頭入らへんから、ちょっときつい、でも私もちょっときついけど、まあそんなガボッとかぶらんと、これぐらいでふわっとかぶってるだけでもいいかなと思って、うん、似合う、まあ嬉しい。これがアズールバイマウジーっていうとこで初めて買いました。なんか前動画でショッピングモール行ってきたっていう動画を上げたと思うんですけど、うん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 、そこのショッピングモールにこのアズールっていうのが入ってて、初めて入ってパッと見た時に、あ、この帽子夏に使えそうと思って買ったやな、うんうん、これが3500円とかやった気がします。確か次がこれ、なんて読めこれ、バルカンアプ読めへん、ここのブランドですの T シャツを買いました。めっちゃ可愛いのこれ、後ろがこれほらめっちゃ可愛いの、私もちょっと欲しいなって思うくらい。これ1枚サッと着て、で下になんかサンダルとか履いて、うん、もうこれ1枚で夏は過ごせるみたいなので、ちょっとめっちゃオーバーサイズを買いました。これサイズがフリーやな、でもここ太ももぐらいまでやから全然ワンピースになる、まあ、動画で着ることはないかもしれないけど、プライベートではこういうのも結構着てるんですよ。オーバーシャツにレギンス履いてキャップかぶってみたいなっていうのが多いから、まあ、これはあの普段着るため用に買いました。このお店結構大阪やったら鉄布にも入ってるし、あと南にも2店舗くらいあるから、あのめっちゃ可愛いし、よかったら行ってみてください。私も同じお店で、私がプレゼントしたやつやな。そう、レイちゃんが欲しそうにしてたから買ってあげるって言って買ってもらったのをプレゼントしました。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いよな。そう、ほらな、なんか系統変わっていってるやろ、こんなん着てなかったやん2年前は、着ようと思わへんかったな。やろ、これやっぱ派手になっていくねんって YouTube をやっていくにつれて、サッと羽織ってもいいし、前止めても可愛い、うん、可愛い可愛い、一目惚れしてずーっと可愛いなって見てたら買ってくれる、買ってあげるでって言ってくれて、どうしよっかな、どうしよっかなってずっと言ってるし、もう買ったらいいやんって言ったらどうしようって言って、もう買ったらいいわって言って一緒に買ったみたいなありがとうございます。いえ。で、最近あの初めて買ったブランドがこれプーマ、プーマに行ってきたんですけど、初めてなんや、初めてやね、私プーマ買うの。あ、そうなんや、そう、店舗入ったも初めて。あ、そうなんや、うん、で、これを買いました。めっちゃ可愛いの、レインボーのプーマのロゴに白が、これが可愛いの、見える、映ってる、うん、多分映ってる。そう、これを買いました。ほんまは違うやつが欲しかったんですけど、ちょっと私まだ筋トレをしてる最中でまだ自分の体のラインが全然あの気に入ってないから、もっと筋トレ頑張って来年の夏に、うん、あの試着してたやつを買おうかなって思ってたんで、もうめっちゃ体のラインの出るめっちゃ可愛いワンピースが売ってたんですけど、うん、売ってた、今年は断念して安定のこのオーバーのやつ、これもこれめっちゃ長いんじゃない、これさっきより長いよね、さっきより長い、うん、これもなんかワンピースにして着ようかなと思って、サンダルでもスニーカーでも合うしね、そう、サンダルでもスニーカーでも合うしいいかなっていうので、これが6500円でした。サイズが L、 これ日本のサイズよりめっちゃでかいよな、外国のやつやから、うん、ちょっと大きいって言ったんだね、やっぱりめっちゃでかい、これ買いました。で、プーマにハマったから、あのこれ買いに行った後、家帰ってオンラインずっと見ててオンラインストア見てたら買っちゃった、買っちゃったのめっちゃあの普通のノーマルのプーマ、え、かわいい、めっちゃかわいいやろ、うん、そう、これ前と後ろ長さ違うの、長さちょっと違くて、これをあの私メンズサイズの L やと思って買ったらレディースサイズの L やって、だから、まあ、思ってたほどちょっとサイズがでっかくなかったの、うん、うん、最悪やと思いながら、まあでもいいや、シャツインして着ようと思って、うん、このプーマの買ったのと、もう一個がこれ、これもかわいい、プーマのあの普通の定番ロゴのやつ、
こういうの1着も持ってなかったからプーマでは、そのアディダスとかナイキとかは今まで買ってたから持ってたけど、うん、なんかこういう定番のロゴのやつって別にいつでも着れるやん、シーン考えずに、うんうんうん、そうだからあの2着買っとこうと思って、セールで999円やってん1着。そうそう、でラスト1個1個やってん。へえ、だから買ってん。でこれレイちゃんのプレゼント。え、いいの？めっちゃ嬉しい。まあ、黒をお揃いできようかなと思ってんけど、黒の L がもうあのなかった。これがラスト、これが M か、これが M やねんや、うん、でこれが L やねんけど黒の L がなかった。めっちゃかわいい。かわいいやろ。レイちゃん白かなと思って。めっちゃかわいい。なんか一緒にプーマの店舗行った時にさ、うん、プーマかわいいって言ってたから、あの T シャツあのセール品で申し訳ないねんけど、いやいやめっちゃ嬉しい。あのちょうどお揃いできれるやんと思って、うん、まあでも黒の L がなくて申し訳なかったんやけど、これは M でこっちが L やん、うんうん、けどなんかプーマって書いてるよりこっちの方がトラさん、トラさんの方がいいかなと。かわいい。それにした。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。また一緒に来て出かけよう。うん、めっちゃ嬉しい。よかった、喜んでもらえて。はい、じゃあ次がこれは今日2人でお買い物に行って買ったやつなんですけど、エピソードっていうなんか新大阪のお店なんですけど、まずハンカチ、これお揃いお揃いばっかりやな私ら、うん、ポール&ジョーのタオルハンカチ。もう汗すごいやんこの時期。すごい、もうないと困ると思ってっていうのもあるし、私花柄とか、うん、なんかこう女の子みたいな、うん、女性らしいハンカチ、うん、似合わへん、ね、いや私もやで。だからあのこういうちょっと変わったデザインとか、うんうん、派手な、わかる、しか合わへん。それはめっちゃわかる。そうだってさ、こういうさちょっと派手な格好しててバッグの中からさめっちゃフリフリのハンカチとか出てきたらんって絶対なるやんな。なるやっぱハンカチもやっぱりファッションの一部やから、うん、こう系統揃えたいよねっていうことで、うん、2人でこれ色で買いました。エピソードっていうの初めて行ったけどいいね。じゃあよかった、うん、ちょっと大人な感じの人が行くようなお店やったんですけど、バッグを買いました。じゃんじゃん、初めての筒型バケットって言うんだよ。バケットって言うの、うん、覚えとこう。バケット、初めてのバケット覚え、さっきのカットか初めてのバケット。じゃあ私初めて、久しぶりの声なんて言うんだろう、分からんハンドバッグ、ハンドバッグ。私ミニポシェットしかあの、まあ、動画見てくれてる方は分かると思うんですけど、いつもミニポシェット下げてると思うんですよね、でっかいカバンみたいな、うん、でもこれぐらいのサイズのバッグ1個も持ってなくて、うん、であのいろんなの見てたんですけど、なんか夏っぽい感じのやつを買おうとしてたけど、言うてさもう終わるやんな、なんか1ヶ月とか2ヶ月しかないやんなっつって、やったこれやったら夏も使えるし、なんか秋冬も年中使えるしっていうので、私はもう絶対にあのみーちゃんはこの色がいいって言って、このゴールドが見えてるやつがいいって言って、これにしって言ってこれにを買いました、うん、なんか似たようなデザインのやつあったけど、それはあの女性らしすぎる、うん、確かにデザインだったのよね。何よりかっこいいのがこの中がちょっとシャンパンゴールドみたいな感じので、めっちゃ高級感あると思って、おしゃれやし、こう結構こう軽いからすごいあのバッグだけで重いっていうのが嫌やからわかる、うん、あれやろ、うん、あるある。それがないからカジュアルにガシガシ使えるなと思って1個買ってみました。初めてのバケット、初めてのバケットこれはあの革とフェルトが混ざってて、うん、ベロアやな、これベロア生地や。あ、そうベロア、今のカットな、うん、そんなバッカ絶対カットしない、絶対カットしないからな。そうベロアがこう混じってて、中もあちゃんとついてるやん、巾着。そう巾着の状態でスポッて入れてもいいと思うし、うん、もうそのままでも使えるっていう、巾着入れた方がいい。そしてショルダーにもなる。なんか最初レイちゃんもあの夏っぽい感じのカゴバッグみたいなの見てたけど、うん、絶対こっちにし、絶対こっちにしって言ってこっちにしはった。そう。これやったら秋冬も冬でも使えるし、今のレイちゃんの服装にも絶対合うしって言って、持ってないやんこういうやつ。初めて。うん。
で欲しいって言ってたから2人で買おうって言って同じお店で買ったっていう感じ。はい、そうです。で急いで行きやらんとさ、まだあんで最近購入した靴たちを紹介します。はい、ということでじゃあささっと紹介していきます。まずスニーカー、これどこのですかって結構コメントでいただいてたスニーカーなんですけど、よく履いてると思うんですけど、これはシーンっていうサイトで多分2000円くらいで買いました。めっちゃ安いです。でもめっちゃ高そうっていろんな人にめっちゃ言われる感じのやつ、うん、ちょっと履き潰してて黒くなってるんですけど、めっちゃ可愛い。どこのですかって視聴者さんからも言われるし、そのいろんなサロンとか行ってもどこの靴ですかこれってめっちゃ聞かれるけど、2000円ですって言ったらめっちゃびっくりされる高見屋スニーカーです。これが、新大久保じゃないわ、何だっけ、コリアンタウンか、うん、鶴橋のコリアンタウンになんか韓国から輸入したサンダル屋さんみたいなのがあって、そこで買いました。これも動画で何回か履いてるの見たことあると思うんですけど、3500円とかでした確か。これまだ1回も履いたことないんですけど、これから履くかもちょっと分かんないんですけど、これかわいい、めっちゃかわいいやん。まだ1回も履いてへんねん、なんか最近の服になんかまだ合わへんからしまってんねんけど、これシーンで買って多分 2000円か3000円とかやったんですけど、めちゃめちゃかわいい。そう、まだ1回も履いてない。これもまたあの動画で履けそうだったら履いてお出かけしようかなと思います。で、私最後がこれがチャールズ&キースで購入した、サンダルです。これがあのなんか汚れても水洗いとかして洗ったら綺麗になるみたいな、うん、で、あのアディダスのなんかこれに似たやつが出てて、うんうん、こうジグザグジグザグみたいなが、あのもう定価では買えへんねん。あ、そうなんや。2万円とかすんねん、安くスニーカーダンクっていうとことかで見てても。で、なんか2万円かと思いながらなんか諦めてたら、チャールズ&キースこの間行った時にあって、もうこれってなってなってたんで、即決してたね。即決して買いました。これが6500円でした。ちが、これよく動画で履いてるサンダルです。これ私が履けへん、あの怪我したから、そう、譲り受けたもの、うん、これでもめっちゃ履きやすい、うん、しちょっと重たいけど、もう慣れたら全然、うん、クッション性がすっごい良くて歩きやすいし、すっごい大きい。私もそれ可愛いと思って買ったのに、あの生田神社行った時に絆創膏貼ってたやつ、これ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 まだ残ってるやつ、これで怪我した時の靴。でも私一回も怪我してないんやけどね。なんか私が合ってないね、足に、うんうんうん、なるほどね。でも捨てるのももったいないから、レイちゃんが履くって言って履くって言ってたからあげました。いただきました。で、これがトミーのビーチサンダル、可愛い。これちょっといくらぐらいしたか覚えてないんです。アウトレットで行った時にあの買ってもらったやつです。そんなん持ってんの知らんかったもん。履いてんの見たことないからさ、え、そんなん持ってたんとかって言っててかわいい。これはここの、あのプレートがすっごい気に入ってんのと、色が、うん、ここに一目惚れして、めっちゃかわいいよね。買ってもらいました。最近購入したり、まあ、あの最近よく履いてる靴の中でのお気に入りを今日は紹介しました、はい、これはちょっと履いてないくて新品やからお気に入りというかみたいな、まあ、これから履くかもしれないっていう靴でした、うん、はい。まあ、これからなんか靴とかもこういろいろ好きやからいっぱい買っていったりとかはするんですけど、なんかその靴どこのですかみたいなんとかっていうコメントとかが今回あったから、うん、靴を紹介したんですけども、なんか買うたびに買いました買いましたとかってなんか言う動画っていうのがもう最近こう外のロケが多いから全然撮れてなかったから、うん、まあ、こういう感じでまとめてやろうっていう感じにはなったんですけど、はい、まあ、また例えば気になる洋服とか靴とかで、あ、それどこのですかみたいなっていうのを聞いてもらえたら、まあ、またまとめてあの一本の動画にして紹介しようかなと思います。はい、はい、ちょっと長くなってしまったんですが、本日の動画は以上となります。ありがとうございました。バイバーイ。